お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。フルコンブラザーです。山犬の若原子です。今日はフルコンさんが不在なんですけど、はい、まあ、急に連絡が来まして、お前ちょっと撮影してこいっていうことで。なるほど。僕は普段インスタと、あとは動画の編集担当してるんですけど、アシスタントで。はい、そうそうそう。今日は代理で出演ということで、今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はじゃあ、企画としてはどんな感じなんですか？今日はですね、巷でこう大人気の企画で、はい、いわゆる喧嘩自慢シリーズ。喧嘩自慢ですね。そうです、喧嘩自慢シリーズ。腕っぷしに自信がある人が一般の方です。あ、そうそうそう。スパーリングやるっていうやつ、ね。はい、そうなんですよ。あ、なるほど。で、前々から、フルコンさんとはよう喋ってたんですけど、はい、やりたいなって言ってたんですけど、なかなかね、街の喧嘩自慢が見つからないっていう。普通いないです。なかなかいないんで。普通いないです、ね。で、この間たまたま僕普段しがないサラリーマンやってるんですけど、はい、取引先との会食で、はい、隣に座った85キロのゴリゴリの子で、消防士を元やってて、なるほど、今は不動産屋っていう、もう、ね、いかついのイケイケの営業マン。イケイケを積んではりますね。そうなんですよ。隣にいて、で、空手やってるんですよっていう話をしたら、はい、もう興味津々で、なるほど、俺絶対強いみたいな、あ、いけると、いけるって、あ、それは喧嘩自慢、めっちゃ喧嘩自慢、めっちゃ自慢してくるんですよ。勢いある子がやっと見つかったんで、はい、よかったらじゃあ来てくださいよっていう話をして、で、向こうはあんまり企画とかっていう話してないんで、なるほど、あんまりこう、インタビューとか、うん、企画っぽい感じの雰囲気はちょっと出せないんで、もうこのままパッとこう組手の動画にスワッと入ってしまうかなとは思うんですけど、若原選手の得意技を決めちゃってください。まあちょっとあんまり怪我しない。違います。そうですね。じゃあ頑張っていきましょう。よろしくお願いします。おっおっ
カウントじゃないとダメだよ。お、なんかそれっぽいけど。馬と足。なるほど。やったったっていう顔聞いてないだろ。ラスト1分ラスト40
ラスト20。はい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 。はい、左下向き当たれた。はい、ということで終わりました。先日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？強かったですね。やっぱり喧嘩自慢だけある。パンチ力がやっぱり、あ、はい、結構痛かったですよね。痛かったです。あのヒリヒリします。いや、そう、結構あざできてあの、あんだけ体力もすごいあるし。そうなんですよ。そうそう、なんかやっぱり元消防士なんだけあるなっていう感じで、はい、圧力もすごい。ああ、そう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 、すごい強かったですね。左ストレートも炸裂してました。いいタイミングでしたね。あれ絶対痛い。俺絶対無理やわあれ自分で見た時もこれ結構いいんじゃないかな。あれは耐えれへんわ絶対無理や。ぜひ使っていただいて、はい、ちょっと学ばせていただきました。ありがとうございます。まあ、あの今回ね、YouTube っぽくない結構ガチの動画になっちゃったんですけど、あの淡々とこう進んでいくような動画になって申し訳ないんですけど、はい、まあ、これもリアルな動画になってますんで、逆にいいかもしれない、はい、じゃあまたこのシリーズね、この企画、はい、挑戦者が他にもいらっしゃったら来てほしいですね。そうですね、こちらとしてもいい刺激になる。ああ、結構楽しかったですからね、はい、また応募お待ちしてますのでそれでは今日はこの辺りで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。